iPhone なんだけどさ、もう割れちゃったんだよ。これ1週間前に買って、裏がガラスなんだけど、まだどこにも落としてもないのに、こう勝手に割れちゃうんだよね。まあ50元で安いとはいえ、ちょっとやっぱ安物買いはダメやね、こういう割れやすいものは。これまあこれも安いんだけど、100元でシリコンケース。これ見た目はかっこよかったんだけどな。まあ脱線けど、これでしばらく我慢するか。まあいいや、これで。今日はね、ちょっと気分転換にスヌーカーにでも行こうかなと思って。スヌーカー久しぶりだね。前にカンさんと行って以来だから、前カンさんと行ったのが春節だから、3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいか。結構スヌーカーって習慣が大事なスポーツだから、今のレベルを維持するっていう目的でさえ週に2回はついた方がいいって言われるらしいんでね。まあそれがね、結構中国はスヌーカー本場なんだけど、意外とねなかなか行かないんだよな。たださ、もう毎回こんだけスヌーカー全然やらないとね、久しぶりにスヌーカーやると筋肉痛になっちゃうんだよね。右足の太ももの裏側が結構パンパンになっちゃうんだよね。そういう意味でもやっぱり頻繁につかないとダメだな。あ、ミニだ。いいな、ミニ。まあね、日本にいた頃にもう好きな車乗ったんでね、今はもう全然車に対して興味がないんだけど。あ、またミニだ。いいなぁ、ミニ。やっぱちょっとペイントした方がかっこいいよね。コーヒー買ってくから。お、メッシュカフェ瓶だ。皆さん、なかった。コーヒー飲みたいのにな。なんか飲み物買っていこう。中国ってブラックコーヒーないんだよな。お茶でいいかな。あ、不好意思。違う、リメイヨタン。砂糖入りだ。これ無糖ね。まあね、中国ってね、なぜかこうお茶のペットボトルとかよく見とかないと、お茶にもね砂糖が入ってるやつがあって、もう甘ったるくて飲んでらんないんだよね。あー、久しぶり。あー、スヌーカー、スヌーカー台1台減ってる。ここにするか。じゃあちょっと練習するかな。 2 hours later。这是以前的那张卡吗？啊，因为我们这边换老板了。你这个卡里面有钱吗？应该有。我们是这样的，你重新办一张，你要不要重新开卡？重新开卡的话，我们是这样的，充500，然后第一次开卡的话是可以送你一根球杆，或者是送你球杆不要的话是150个现金零券。等一下。我的朋友想开始拉斯努克。他要不要那个球杆？我问一下。啊，可以。もしもし。啊，もしもし。啊，あとじゃダメだな。もうじゃいいや。はいはい。はいはい。哎呀，遊びのことだから別に。我的朋友现在开会很忙，所以下次决定吧，可以吗？可以。那个斯努克的球杆是什么样的？明天到。明天到。看到样子的。啊。谢谢。哎，没事。你住这里不远吗？不远，以后可以经常来玩。嗯，啊，这因为之前那个老板没人管理，所以我们把他接下来了。好，那拜拜。啊，行，下次见啊。嗯，好，拜拜，拜拜。やべえな、ちょっとスヌーカーやりすぎたな。背中がつらい。さあ、仕事仕事。いやー、暑いな。今日何度あんだろう。ちょっとアウター着てバイク乗るのも少し辛くなり始めてるな。今ちょうどお昼時で車少ないね。あ、マントウ食っていこうかな。マントウ食べよう。マントウ。マ
五香牛肉和雪菜肉丝。一个一个。谢谢。いやちょっと急がないとな。でもまあ朝飯はこれだね。今日は高菜のマントーといつものウーシャンニョロ。木切ってんだ。木切らなくていいのに、こいつのおかげで日陰になるのに。バイク買ってよかったのは、この仕事に行くまでの時間がえらい短縮されることだね。やっぱりまあ人民広場の近くに仕事に行ってんだけど、うちからだとだいたいそうね、電車使うと1時間ぐらい。電車で行った日は帰りはバスで帰ってて、それはまあ1時間ちょいぐらい、そんぐらいはまあかかるんだよね。なんだけどバイクだとね、まあ走る道によるけど40分かかるかかかんないかぐらいで着いちゃうから、もうそれはね最高。もう時間の節約だよね。今通ってるこの道はこっち側にすぐ鉄道が走ってて線路があるんだけど、ほとんどね十字路がないから信号がねないんだよね。交差点がないからこうバイクはね止まんなくていいんだよね。いやわかんない、止まんなきゃいけないかもしんないけど、まあ止まんなくていいんだよ。さてこっからどう行こうかな。ここの前ね、前にバイクで行ってて捕まっちゃったんだよ警察に。ここ通っちゃダメよって。だからいっぺん曲がって、みんなガンガン行くな。さて裏道なんか早い道ないかな。これはこっちに戻った方がいいね。こういう左行けんのか。もうちょっとまっすぐ行ってみるか。こっちの方が早いな多分。行き止まりどうすんだこれ。お、バイク来た。あ、トンタオって書いてある。お、ここ、お、なるほど。あ、なるほど、なるほど。あ、これはいい。あれ？なんだこれ、さっきの道じゃん。ちょっと遠回りだったか。いや、日差しが。お、みんな行くね。これ行けんのかい？行けんのかこれ？なんか明らかに信号無視のような気がするけど。あれ俺の友達もつけてんだよね。バイクの屋根でピザ屋の配達みたいな。あの人のは前と後ろだけだけど、実は横にもねビニールのカーテンみたいなんでこう閉じることができるんだよ。そうするともう四方からの雨は全然気にならないっていう感じになる。すげえな、前子供2人乗ってる しっくりこない。あ、降りちゃった。早く乗らないと。あ、前に。おっと、バス怖えな。着いた。まあ意味ないけど。今日は仕事完了。おー、いいねセグウェイ。
どんぐらいスピード出るんだろうな、これ。どうしようかな。まだ全然明るいね。グラサン買いに行こうかな。なんかね、昔は写真撮ってたから、まあ写真撮るときってね、どうしてもファインダー覗き込むから、まあもともと俺メガネかけないんだけど、グラサンとかちょっと邪魔だよなと思って全然興味なかったんだけど、最近は動画だからね、ファインダー覗き込むことが前よりも少ないから、グラサンあってもいいなっていう気になってきたな。これから日差しも強いし、ちょっとグラサン買おうかな。なんかこう今このタイミングでは結構雲が出てきてくれてんだけど、こういうのがちょっとせっかく買う気になったのにその気持ちを削ぐよね。もともとさ、メガネする習慣がないから、もうね、十中八九どっかに忘れてきちゃうんだよね。なくしちゃうんだよ。だからね、安物でいい。なんか偏光グラスで、まあ別に見た目が悪くなけりゃ何でもいいって感じなんだけど、レイバンとか欲しいけど、あんな高いの何万もするやつ買ってね、あっという間になくしてもしょうがないからね。もう安物でいいよ、グラさんは。本当はなんか新天地のお友達のカフェに行こうかなと思ってたんだけど、新天地なんか行ってグラサンなんか買ったら絶対レイバンクラスの高いやつになっちゃうしな。そういう高いグラサンはいらないんだな。なんかどっか安いグラサン売ってるとこねえかな。あら、この辺の建物改修入っちゃってんね。ちなみにね、ここ曲がると、シャオカオって言ってね、羊とか海鮮の焼き物とかそういうのが専門の通りに出るんだよ。ここ結構大昔から通ってて、あれ、いや、この通りなんだけど、なんか結構直してんだな今。これ夜やってんのかな。あら、俺の好きな店この辺なんだけど、犬寝てるけど、なんか閑散としてるような店やってんのかな。あれ、俺の好きな店がないぞ。ちょっと待って、あの店10年ぐらい通ってんのに、マジかよ。あれ、面影がなさすぎてわかんねえな。ここじゃねえかな。ここだな。ここだけど、なんか宅急便のステーションになってる。你好，那个阿群小高现在有吗？没有了。没有了。关门了。いやー、10年通った店がなくなったかとうとう。ああ。なんでだろう。ここなんか新しくすんのかな。こういうところ新しくしないでほしいんだよな。あ、この辺の店も閉まってんな。いやー、残念。さて、どうしよう。このままじゃ友達のカフェに着いちゃう。そうするとグラサンは高いのしかないね。グラサンが安いとこ、あ、そっか、ケンズファンとか行けば安いか。ジーンズ、まあジーンズっていう手もあるけど、ジーンズだとやっぱまだちょっと高いよな。400元ぐらいしそうだね。ケンズファン行ってみるかな。そういえばテンズファンだったら99元のグラサン屋があったような気がするな。テンズファン行ってみるか。本当はここの地下に友達のカフェがあるんだけど、まあ今日は素通りだな。まあでも俺みたいな電車嫌いだとやっぱりバイクがある生活ってのはいいね。ふっとあそこ行こうかななんつって行けるもんな。いつもだったらもう電車が嫌すぎて行かないところなんだけど。いや、ほんと街路樹があると涼しくていいね。この辺はまだ古い民家がいっ
ぱい立ってるね。いいね、こういう通り。こういう通りなくさないでほしいな。ああ、そういえばまだ飯食ってないんだな、俺。バイクどこに置こうか。あれ、この辺置けなくなったの？バイク。一台も置かれてないけど。あら、置けなくなったみたいだね。ダメっぽいね。戻るか。ああ、ここはまだいいみたいだな。まあ意味ないけどね。さあ来たね。ちょっと探しに行くか。適当なグラサン見つけて、適当なとこでコーヒー飲んで、どっか飯食いに行こう。やっぱ平日だと人少なくていいね。っていうかあっさり決まったね。この店はね、なんかこういうちょっと洒落たケースをつけてくれるんだよ。それで99元。どうせね、サングラス俺すぐなくすから、もう一個ぐらい安物買っといてもいいような気がするね。この辺になんかもう一軒別のお店があったと思うんだけど、もうなくなっちゃったかな。ここじゃねえか。ここはちょっと高いんだな。你好。你以前是不是买过？对对，买过，丢了。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 对。我看你很眼熟。对，我平时不戴眼镜，所以那个喝酒的时候容易丢。对，忘记了，对，嗯，还是这个好看。啊，这个摸的卡亏。嗯。磨砂。嗯。日本语多难用。磨砂。磨砂。磨砂。啊，明白明白明白。日本语啊。mat。啊，不是。忘记了。Oh my god。つや消し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 。对。そうだ、ハンバーガー食べよう。ハンバーガー、ハンバーガーいいね。忘れてた。ニューヨークスタイルステーキ&バーガー。これね、このシティウィークエンド.comっていうところでずっとね、上海でナンバーワンだったんだよ。何回か行ったことあるんだけど、ちょっと行ってみるか。ちょっと店の裏で食後の一服だね。シェシェ、バイバイ。いやー、うまかった。いや、実はね、ここ結構思い出の店なんだよね。いや、実はね、さっきの店、ハンバーガーの店ね、しれっと入ったけど、実はあの店はね、個人的にはもうかなり思い出の店というか、そんな感じのお店で、日本からね、中国に来た時にとりあえずね、就業ビザみたいなのを取らなきゃいけなくて、会社に入ってね、中国の会社に、当時はね、中国語全然あんま喋れなかったから、中国語ベースで仕事するなんてことはなかなかできなくて、
でその会社も日本との取引なんてほとんどやってないし、まあ上海にある日系企業との取引っていうのもやってなかったしということで、まあその会社に入ったもののその会社の中では仕事がなかったもんね。だからまあ社長さんと話してとりあえず給料いらんと、とりあえず外行ってお客さん見つけてきて契約取ってくると、で給料はその契約の中から出してくれっていう話をしたんだよね。だから逆に言えば契約取ってこなければ給料もないっていうような感じだったわけ。だ当時はね中国に来ては見たものの、まあ直近どうやってやっていこうかなみたいな時期だったんだよね。でまあ契約も取れてないから当時まあ給料としてもらえるお金もなくて、まあ運よくねお客さんに巡り合えて契約取れたという時にこうふっとね、あそういえばケンズーファンの中になんかうまそうなハンバーガー屋あったなと思って、それまではねまあそれは給料もないからさ、まあ今後のやりくりのためにも結構倹約して生活してたんでね、あんまりああいう高そうな店に入ってはなかったわけ。これはもうあのハンバーガー屋行こうと、契約も取れたし、まあそんな自分へのお祝い的な感じで行ったのがあの店だったんだよね。だから個人的には本当に思い入れがあるというか、まあ味もいいしね、やっぱり何年か連続で上海でナンバーワンになったんじゃなかったかなあの店。昨日の夜ちょっと気分転換にスヌーカーに行ったんだけど、まあねびっくりしたよ、下手になりすぎてて。ちょっとね思い直したね、やっぱ練習せなあかんと。で今日はちょっとまたスヌーカー行ってみようかなと。なんかね昨日ちょっと打ってみて思い出さなきゃいけないことあるなっていう感じがすげえしたから、やっぱりね練習せなあかんということでね、今日はまたスヌーカー行ってくるかと。こっちってねだいたいスヌーカーは1時間60元ぐらい、普通のナインボールとかのビリヤードはだいたい40元ぐらいかな。なんだけどさ、日本と違うのはこっちはね台貸しなんだよね。だから1台1時間60元だから2人でつけばまあ割り勘にすれば30元ずつっていう感じなんだ。一人でつこうと思うと結構お高い。朝飯満頭でいいやなんていう日はさ3元か4元だからね朝飯が。それと比べるとさ1時間60元っていうのは結構高いんだよねやっぱり。Yes! Oh my god!ブーヤー、はい、バイバイ。盛り上がってんな。まあ意味ないけどね。你好，可以打斯诺克吗？斯诺克可以的，还有一个，好好好，那个球杆来了，先给你看一下。直的，直杆，桶杆。啊，桶杆？嗯。好好好。啊，知道了。啊，你到时候看。我考虑考虑。啊，练习するか。3 hours later。なんか打てば打つほど下手になるっていう感じがするな。帰って寝よう。